特集、ガリレオ計画が届ける未来。本計画の概要。ムーンガザ開発の第3期、ME25 から36年に実施されるグランドデザイン。テーマは、月文明の創生と繁栄に関する最適解である1、火星進出2、地球、月、火星間に横たわる物理的、心理的な隔たりを解消するための 革新的コミュニケーション技術の挑戦的研究開発。由来は16から17世紀イタリアの自然哲学者、天文学者、数学者、ガリレオ・ガリレイ。第1期、くよみ計画、ME1 から12年と第2期、ダーウィン計画、ME13 から24年の後続計画にあたる。3計画の主事は、スキー獣管理局。 月読み計画とダーウィン計画。月読み計画、ME1 から12年の主題は、地球、月間の航路構築、月資源の採掘、生成、高級的月都市群の建設。由来は、月を司る夜を滑る日本神話の神、月読みの巫と。ダーウィン計画、ME13 から24年の主題は、地球難民の優先的大量移住。 月環境に対する人類の生物学的、社会学的な適応、月資源を生かした新規軸 AI の現地生産、サイボーグ技術による人体の能力強化。由来は19世紀イギリスの自然科学者、地質学者、生物学者、チャールズ・ダーウィン。火星進出。火星は気球とよくにた過を持ちながら歩みはまるで異なる。 CO2 の薄い大気に覆われた大地は、叩いていた水が蒸発、凍結し、酸化鉄の砂が吹き荒れる。極域の表面温度は、マイナス133度から27度、気圧は地球の約1000分の6、重力は約3分の1。この過酷な環境のもと、一体どうやって暮らすか、我々はその資質、資格を有するのか、火星だからできることとは、 さまざまな見地から多次元的な研究、論議を重ね、現在進行形で現実的な概念、計画の立案が進む基本プランは、次のとおり、1、極域の地下に居住域を設ける、2、頭上の氷を溶かし水を得る、3、景観及び生態系の保全を最優先し、局所的で謙虚な開発、利活用に限定する。また、 欲望を立志士として成長し、火星、月、地球のすべてに対して相応のメリットをもたらし、新天地へ及ぼすデメリットを十二分に補填、解消し、貴重な新世界に対する感謝、食材を日々忘れないことが前提、必須となる。革新的コミュニケーション技術の挑戦的研究開発。実数の質量を持つターディオンは、 与えるるエネルギーの増大に伴って加速しア高速まで迫る対して虚数の質量を持つタキオ音は与えるエネルギーの減少に伴って加速し無限速まで迫る過去の量子論においてはあまりに不安定な存在であり特殊相対性理論でも原理的に説明できなかったが AI 革命を素として解明された超高速運動指法則によって 課題視されてきたターディオンとタキオンの干渉における因果率の破れは解決を見た。これを機に昨今華やかなタキオン粒子を使った次世代通信技術の研究開発は始まり幾度もの失敗失望を超えて現在に至る。温故知新を大切に歓喜の瞬間を楽しみに待ちたい。ガリレオフェスタ。 22年後の ME36 年に火星で催される祭典には、地球と月から大勢の旅行者が訪れるはずである。目玉として企画中のコンテンツは、オリンポス山気球旅行、北極間スキージャンプ競技大会、マリネリス峡国ラリー、火星ワイン試飲会といずれも魅力にあふれ、多くの人々が人生で一度は体験してみたいと感じるのではないだろうか。その頃、 月の人口は少なくとも3万人を超えて、都市として十分機能していると予測されることから見ても、事案としての火星移住やエンターテインメントイベントであるガリレオフェスタへ、関心と期待が強く寄せられているだろう。ME14 年11月1日、月間ムンバザ ME14 年12月号。